はようございます。白河さんの一日は笑顔で始まる。おはようございます。笑顔の自分がハッピーだし一番好きなんです。私が元気になれるのは笑顔の自分。白河さんって得だよな。チヤホヤされて人生イージーモードって感じ。万人に好かれようとは思ってないから気にしません。何を言われても自分のため、まずは自分のハッピー、これ大事。このメンタル強めな彼女にはモットーがある。私は私、可愛く強く。取引先の方からお菓子いただきました。あ、そっか、ダイエット。え、まさか今更出た、お菓子外し。白川さん、ぶりっ子だからね。ダイエット頑張ってんだ。いや頑張っちゃいないの、ダイエットって柄じゃないし。ですよね。だってそれ飲んでんの。ココアですけど、何か。いやいや。町田さんって面白いよな。よね。優しくなんかないよ。卑屈なだけで。違います。町田さんは誰かのために笑うことができるすごい人です。そんな失礼な人間の美意識とか信用するに値しなくないですか。その言葉、高校時代の私に言ってあげたかったな。美人の白々しい闇にしか聞こえないんだよ。あんな美人に褒められたって全然嬉しくないし、本気で言ってんだったら余計腹立つよ。やっぱりあの子嫌い。でも一番嫌いなのは、こんなにひねくれた自分。30歳過ぎてから友達のご祝儀出産祝いで人の幸せにおめでとうするのも疲れたし、嫌なおつぼねみたいな立場にも疲れたし、疲れた。白川さん、私のこと怖くないの？え？何のことですか？え？いやー、もう私今を生きるタイプなので、ちょっと全然思い出せないですね。何？いや、仲良しだなと思って。え？はい、うん、思ってました。美味しそうな匂いだなって。あ、谷口さん、おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。白川さんと谷口さんって昔あんなんじゃなかったよね。見た目は全然違うけど抱えてる孤独は一緒。あの子と私は親友になれるはずだったんですよ。私は挨拶したいので帰ってこなくてもします。お疲れ様。朝日奈さん、はい、今朝言ってた香水帰る前に試してみる？え、いいんですか？もちろん。ちょっと待ってね。あれ、お泊りじゃない。ごめん、落としちゃったのかも。それ谷口さんじゃない？え、違います。実はトイレで急に来ちゃって、ポーチへ持ってきてもらったんです。あ、そうなの？ごめんね、びっくりした。びっくりした、びっくりした。こんなことしたって、あの子にはなれない。今はまだ、今はちゃんと謝れない。私頑張った。明日も頑張る。ポジティブメンタルスピリット。女の子でよかったです。